この動画を再生した人は秋が絶対に欲しくなります。ちょっとうさんくさい自己啓発みたいな入り方したけど、あの秋、ちょっとこの早川秋に使うのハマってまして、めちゃくちゃハマってまして、あの3体、これ3体いたらループしますね。これが3体システムですね。ループするんだけど、このループがまあ強い、まあまあ強い、まあまあじゃないな、めちゃくちゃバチフトに強いんで使っていこう。で、昨日出したんだけど、気候上もサクサクっと周回できちゃうんで、めちゃくちゃ強い。本当にこれなんか依存症になるぐらい、早川秋ずらし依存症になるぐらい、ちょっとこれ中毒になっちゃうねって思っちゃう。これマジで強いんで、これこの周回を見ちゃったらっていうか、こう使っちゃったらマジでもう他の周回パーティーが使えなくなっちゃうぐらい強いんで使っていこう。でちなみに2体ね2体しか取れんかったけど、2体しかっていうか、まあ取れるけど、まあまだ追うかは分かんない。ちょっと2体で十分かと思ってる。まあ本当はフレンドもなんか助っ人をさ自分にしたいけどね。で三坂妹ちゃん、リーダーはこれですね。妹実況で体勢振って遅延でシーサー、これで、ね、ちょっとジョセフジョースターばりに言ったけど、副属性が水でチーム HP ですね。強いねこれも。で覚醒と消せないで、なんか上のスキル、まあ似たようなスキルなんで持ってきた。でこれ副属性が闇だからさ、闇なんで、あれか、副属性水にした方がわりかし軽く出るなって感じかな。でウルバリンね、スキブプラス耐性振って遅延で、この武器ガッツスパークレンス、ウルトラマンなんとかの武器で封印が1個守りたかった。封印が 80% ですね。この武器がなければ 80% なんで持ってきた。でチーム HP も強いね。でこのキャラが輝いてる、このキャラが割かし輝いてるっていうか、めちゃくちゃ強いですね。5ターンでダブル吸収打てる。で確定で毎ターン12個作れるから、マジでこれ強いね。5倍炎砲も強い。これはもう当たりマジで当たり。でスキブプラスで副属性変更水にしてきた。千獣竜ね、千獣竜でまあ副属性水にして、まあ、軽く上げるって感じかな。で上限解放で遅延も振ってると。で1体目のアキちゃん属性吸収にしてるけど、まあ遅延でもいいのかな、逆に遅延がいいか、遅延がいいですね。でチーム HP のこの公安スーツね、公安スーツアキちゃんに着てました。で泥鏡もちょっと持ってて強いと。で2体目がアマージュ、スキブとチーム HP ですね。で属性吸収いる、まあ遅延がいいかな。で3体目フレンドさんがこれ何、ネプドラのティアラネプドアラで3つのまあ強い武器と、で遅延発光すごい、でバッチが HP やってこう。いやマジで見ててめちゃくちゃ強いから、めちゃくちゃ強いから。で壁か、壁か、はい。でこれアキさんで、まあウルヴァリン打つの忘れた、まあいいでしょう。でフレンド打ってから10コンボ、まあ、10コンボいったら終わりですね、まあ、世界が終わっちゃうから。倒していこう。うん、で次が2回、ここは属性吸収打たんといかんかな。やべえ手汗がやべえ多汗症かってぐらい手汗かいてる、すごい。暑くない、冬なのに最近冬なのにさ暑くない、なんか冬の気候じゃねえだろってぐらい暑くない、なんか暑いというか、なんか全然寒くないね。今年の冬って全然寒くない、寒くないよね。なんかなんでだろうね、地球温暖化が進むのかな、やっぱそういう感じなのかな。で倒していこう。でウラドラゴンフルーツで、これメタルダーク OK でゴールドシャインね。でここまだ属性吸収続いてるんで、でこれ打っていこう。殺すのは悪魔ズラスト OK でこれで破壊していこうかな。これでまあ破壊していこう、倒していこう。すげえカンスト、全員カンスト、やばいです。これ始まりました4回。でマフゴロンとエンケラスね、オッケー。でこれコーンちゃん打って、でこれルーレットとかも関係ないかな、中央だから、ね、中央大学なんでまあ大丈夫でしょうと。で17、18、18コンボ、18松坂大輔の背番号で倒していこう。で5回前ね、いやマジで
これ強い、本当に強いしかなんか感想がないぐらい強いのマジで。でこれ打っちゃって秋打ってずらすと、これも無効貫通してるし無効貫通スキル打ってるんで、まあ倒せるでしょう。 OK19 で倒せますよと。いや素晴らしい、うわって打ちた火力すごすぎてうわって打ちた。倒してで6回アルファ、なんかアルファってなんかなかったっけ、 CM でなかったっけ、オタオタアルファアルファみたいななんかカッターの CM なかったっけ。でズラストで、あれオルファかあれオルファかで倒していこう。いや強えな、ほんと強えな。で7回エンラ、エンラコラサッサ、エンラコラサッサのエンラさんね。さっきからしょうもねえ俺さっきからしょうもねえな。でこのロックにも強え、ロックマンにも強えと、いやマジで最強で全然打ってねえ忘れちゃう俺、不注意欠陥で倒していこう。強いね、オッケー、強い強い。で次が8回、半分、もう半分ですよ皆さん、すごくない。レムズール、アイビー美味しそう、レムズール美味しそう。でこれ名前美味しそう。でこれ打ってラムレーズンみたいなねラムレーズン思い出すね。これ打ってずらす、オッケー。いやいいねこれ、本当に強すぎんだろうどんだけ強いんだって感じで強いんだこれ。で倒してピーポピーポ倒していこう。いやほんといいねこれ、快適ですね。詰まるところない、マジで詰まるところないこれ。足が綺麗で、ニース向こうを張ってますね。まあ封印も弾く、ここの封印怖いんで弾いた。でずらすと、いや本当にずらすだけで倒していっちゃう、いっちゃうねこれマジで最強。いけ、いやいいいいね本当にマジで強い。で10回でここ遅延来るんだよね。そうここねランダムで1ターンぐらいこの編成だと遅延されるんで、で まず大丈夫、大丈夫ですね。これこの遅延大丈夫で、 なんと大丈夫で、ずらしてここでずらしていこうかな。ここはまあずらすだけで、残ったスキルでずらすだけでいいんだけど、もう次の階層が見分けなんだよね。次のキャラのターンあと何ターンってやつかな、見分け、見分けなんで、見分けじゃなかったわまあいっか、あのあれだったら見分けですね、あいつ。これ10連が良かったか、まあいっか。これ打って、あのあれが、あのあいつなんだっけ、ディスティルか、ディスティルが出てきたらまあ大丈夫かなって感じ。これ大丈夫か、遅延来ちゃったけど、あー死ぬ、俺死ぬもしかして。これ10連にすっか、耐久できても、耐久できて、これ光が4個あれマジか、耐久できっかな。あこれ光作れんじゃん、きっと来た来た来た、これでいこう、これで激アハっとこう。いやよかった、まあ、本当はなんかここあれがいいね、10連とか、まあ、2ターンヘイスト系がいいのかな、2ターンヘイストとかできるキャラがいいのかな。で秋打って、あせっかくだしあれしよう、せっかくだからカットイン、音質、音質じゃないよ、演出オンにしよう。でこれ待つ、待つで待つ越して OK、 これでで12、ちょっとデバフきっちいデバフきついな、あ光が入っちゃうか、あでも属性吸収入った、あれ、あそうかこの子が遅延だから、そうかそうなっちゃうか、まあいいでしょう、全然許容範囲ね。うん激減きついですね激減つらいな。でこれ打って、あいいね演出で、これ打ってで一旦待つ、ごめんなさいちょっと待っちゃったちょっとタイミング分かんなかった。でずらす、 OK、 これで回復もしっかり頑張ってで倒せます素晴らしいな本当に。13回で封印されし紙結びとフェニティビズで、これ打ってこう、OK、いや秋かっこいいな、秋みたいな男になりてえな俺で11コンボ、紙結ばなきゃ、後ろで紙結ばなきゃってね。で
倒していこう。いいね。で耐久もしっかりできると。46万の激減って何歩だ、4倍か、これの4倍だから、うん、でずらして OK、 これの4倍だから、うーん、お前そう、わかんない、ちょっとプレイ画面やりながらパズル喋りながら計算できんな絶対。10、まあいいやこれで、超暗闇でこれ打ってって、でまあずらしていこう。18万ぐらいか、108万くらいだ、108万くらいかな、 HP で倒していく。実質ね、実質で倒しました。いいねこれもワンパンなんだよな実は。まあ、でもデバフ食らってっから、そうね、これデバフ食らっちゃったからちょっとわかんねえなこれ。まあ、でも打つだけなんで、本当にこれコンちゃん打つだけなんでコン打つだけなんでマジ で見ててこれ倒せっかなこれ。いやすげえマジか、マジですねこれ、マジな強さ。やっちゃいけないこれ、見せちゃいけないこれ。で、うーん、爆連鼓ね。でここはまあ適当にインフレのゲート、まあ、毒も弾くで、うーん、これも打っちゃおう、打っちゃおうか。であとはもうワンパンですね。でこれ2ターン続くんで打っていこう。2パンだ、これで2パンだ。みんな終わりだこれパズラ終わったわ。で15コンボして、いやまあいい、そんな感じですね。で結構これもきついね、この順位がきついね、半減ね、まあ、きついけど、きついといったものの全然まあこれスキルも溜まってるし、まあ、ずらすだけで突破していけ、まあいけ、ま、突破してい いけますよと素晴らしい。いや本当に強いね、アキちゃん。ちょっとアキ中毒者の私としてはすごくこれ強いと思ってる。いや潜在もいいっすな。でまあ普通にこれ、まあ、秋3体、まあ、3体できれば欲しいかな。3体は欲しいね、3体はというか3体がいればね、3体いれば、まあ、フレンド助っ人も自分で編成できるし楽です。でできれば2体か、できれば2体っていう、まあ入手難易度高いからマジできついと思うんだけど、うーん、まあやっぱりねこの強いね、まあ、今見てもらった通りに未知の神聖、この結構、まあ、昔のダンジョンやけど百式とか全然ずらして周回できたり、気候城が、まあ、昨日出したんだけど気候城もあれかな、ずらして周回できたりするんで本当に強い。お化け、これはお化けです、もう本当に。悪魔じゃない、お化け、悪魔じゃなくてお化けだこれって感じで、まあこれ使ってみました。まあこれ参考になったか分かんないけど、これの動画見て、まあ、欲しいなってなっちゃったらまあそれまでだ、それそうなんだけど、まあ普通に強えっていう話でした締め方は、締め方がちょっとなんか変だけど、まあ、終わりましょう。じゃあね。